様こんにちは。参議院議員の自見花子でございます。チャンネルアジャをご覧の皆様と今日は30分近くお話ができるということで大変ありがたく思っております。前回ですかね、出演させていただいたのは宮川紀子先生に対してのお別れのメッセージということだったと思うんですけれども、それからもうかれこれ時間が流れているんだなと思うと、改めて紀子先生がいない日々なんかぽっかり穴が開いたような気持ちもしているところであります。そんな中でございますけれども、皆様もご承知の通り12月の暮れ、中国の武漢で新型コロナウイルスが発症し流行し始めたのではないかというところから、1月になって世界中がこの新型コロナウイルスと戦う毎日を送っているところであります。この収録をさせていただいているのはちょうど5月の連休明けでありますけれども、この1月から5月までの私たちの生活の変化というのは考えても見ないほど大きなものがあったなというふうに思っています。これはみんなが共有している思いだと思います。いつこれが終わるのかなとか、あるいは今後どうなっていくんだろうとか、もちろん健康のこともありますけれども、経済のこと、自分の職業を守ることができるのかなとか、事業主の方がおられれば事業の継続できるのかな、ウイルスという、健康のみならず私たちの社会生活全般に大きな影を落としているウイルスだというふうに思っています。ちょうど私は去年の9月でありますけれども、厚生労働省の大臣をお支えする立場であります、厚生労働大臣政務官を拝命いたしました。直接の担務は、年金、労働、子ども子育てでございます。ところがこの、1月から我が国でも、一つ対策本部を作ろうということになって活動を始めて以来、私も新型コロナ感染症の厚生労働省にできました対策本部の中の本部長の代理という立場をいただいておりまして、その担務にかかわらず幅広くしっかりやってくれということで大臣からご加盟を受けましたので、この対策本部で活動を毎日させていただいています。もちろん土曜日日曜日も私は全国区でありますので、今までは全国さまざま北海道から沖縄までの地方行脚を週末金土日繰り返すっていうのが私の毎日の生活だったんですが、もちろん土日の全国行脚も一切なし、土日も朝から晩まで役所、平日も国会対応といって委員会での発言がない時、以来はですね、ほとんど事務所の予定は全部入れておりませんで、全部自分の身は役所に預けているということであります。そんな中1月の下旬から、このウイルスは本当に、いわゆる厄介だということが私たちの中で言われていました。で、何が厄介かというと、例えばエボラ出血熱のようなものですと、50% の致死率でありますから、かかった人が亡くなってしまうんですね。ですからその場で重篤になって亡くなってしまいますので、その方が海外に旅行するとか、あるいはすごく拡散するように動き回るという手前で病院なり、あるいは非常に重篤になって亡くなってしまうので、広げるということはなかったわけですけれども、今回の新型コロナウイルス感染症はどういうことかというと、8割の人は基本的には重症化もしないし、症状が出ない人もいるんだと。2割の人が重症化したり症状が出たりをする人がいるということでありまして、その中で伝播をする、しかも最近になってようやくたくさん分かってきましたけれども、接触感染、飛沫といって唾とかですね、そういったものでも広がりますけれども、例えば自分の時計とか携帯電話とか触った手、あるいはパソコン、プリンター、そういったものに付着していたウイルスをですね、誰か別の人が触って、その手で携帯触ったりペットボトル飲んだりご飯食べると、そこから移ってしまう、かなりしつこい接触感染だということが分かってきています。で、そういったことが、分かってきているんですけれども、それがだいたい1月の下旬ぐらいから、なんかこのウイルスは大変厄介なウイルスだというふうに私たちは感じ始めていました。そんな最中でありますけれども、皆様のご記憶にもあるかと思いますが、ダイヤモンドプリンセス号を覚えておられますでしょうか。
横浜に入港してきたダイヤモンドプリンセス号でありますが、まあ、これがですね、まあ、大変な我が国にもそして世界全土にも、まあ、大きな波紋を広げたわけであります。でちょうど私たちのもとにですね、このダイヤモンドプリンセス号第一報が入ってきたっていうのが実は2月の、まあ、2日の日の IHR 通報という、これ国際的な取り決めがありまして、公衆衛生上の取り決めで、まあ、通報というものが入ってきて、まあ、そして2月の3日の午後にはですね、これは那覇の検疫所でこれは仮検疫済み証というものを失効させて、で横浜に来るという時になって、私たちもその船のところに行きながら、厚生労働省あるいは、まあ、もともとは横浜検疫所の人が行きながらこの検疫をしましょうということになったわけであります。でもともとこのダイヤモンドプリンセス号というのは1月の20日に横浜を出て旅をしていった、その実は旅の終わりの時に今回のことが起こったわけでありまして、しかも香港で降りた方っていうのはしばらく一緒に皆さん旅をして香港で降りてもう終わりがけに実はこの話が分かったもんですから、まあ、当然、まあ、クルーズ船というのは私もその後乗ることになるんですけれども、仲の良いご夫婦ですとか、まあ、仲の良いグループ旅行の方々がとっても楽しみにして乗ってらっしゃるんですね。で非常に広い施設で、まあ、3700人の方が乗っている、1000人の方がお支えする乗員、2700人の方がお客様で、その中でレストランがたくさんありますし、ショータイムをするようなステージもありますし、カジノもありますし、お風呂もありますし、フィットネスジムもありますし、ビュッフェスタイルですし、まあ、今思えばですね、3密というものが全部揃ったパッキングされた状態で旅を続けてこられた方がいたということでありました。でその中で私たちのもとに第一報が入ってきて、当初、まあ、30数名の方々の検査をしたところ、大体3分の1に近い方が感染しているというのが、まあ、その次に厚生労働省に、まあ、その第一報の次に入ってくるわけでありますけれども、まあ、その時点からですね、まあ、これは大変なことになっているんだということは、まあ、当初から実は危機感を強く持っております。回した一部の報道ではですね、政府の中で楽観視をしていたということも言われておりますが、決してそんなことはない。これはそういったかなりパッキングされたクローズド空間で長らく感染者が乗っていて、そして有症状の人の3分の1は感染しているんですから、どれだけ感染者がいたかいることになっているかということは、一瞬でこれはおそらく私は医師でありますけれども、医師であれば一瞬で分かることであります。大変危機感強くして、まあ、当初からことに臨んでいたということであります。でこの船がですね、まあ、横浜に着いて、で2月の私と橋本岳先生、私は2月の9日の日に1回現地視察に行って、10日からは大臣のご指示の下で現地対策本部ということで、まあ、船内に3週間おりましたが、まあ、これは初めの頃はですね大変でした。何がというと、この船が、私も船全然知らなかったので、中にはご覧になっている方には知ってらっしゃる方おられるかもしれないですが、船っていうのは生活そのものを支えてますから、例えばお水ですね、シャワーを浴びるトイレの排水とかでお水をタンクに入れてるんですね。で3700人のお水なので大変な量のお水が、まあ、あっという間にたまるんですね。ですから当初はこれを横浜港に、まあ、いわゆる流してしまうわけにいかないということがあって、まあ、1日おきぐらいにですね航海まで出て行って、でお水を処理してまた戻ってきてっていうことでありましたので、感染症の把握もしながら患者さんも外に搬送しなきゃいけないのに航海行くんです。またでその時にこの3700人の方のうちの2700人の乗客の方っていうのは高齢者が非常に多かったもんですから、まあ元々の持病の悪化、例えば糖尿病も終わりですし、高血圧も終わりだと、じゃあ脳梗塞あるいは心筋梗塞とか、まあ、その他の急性の病気になってしまわないか、どなたかが本当に急変してしまうんじゃないかいう緊張感にですね、これ一番初め乗ったのは商売市審議官でありますけれども、
は常にその恐怖の中で現場対応をされていたということであります。でこれ大変ありがたいことに、この汚水をですね、処理をする世界に数台しかない特殊な船といいますか、こう、船がありまして、その船を横付けしていただいて、でそれでその汚水の処理を、もう汚水を移し替えて捨てに行って、移し替えに捨てに行ってっていうことで、その船が到着してようやく大黒ふ頭に横付けしてずっといることができたわけであります。そうであっても小さいですね、こうギャングウェイっていうんですけど、連絡桟橋って言いますが、船からこの埠頭に、タラップみたいのがあるんですが、それがですね、本当人が2人ぐらい通れるぐらいの広さで、しかも満潮と干潮のためにその角度が変わる、そこを通って患者さんのストレッチャーを搬送するし、我々もそこを通るしかないという、本当に3700人の生活全てを支えている、島みたいなところと、その陸の連絡が本当にたった一つのギャングウェイだったというのも大変大きな制約になっていたわけであります。でこの構成ちょっと申し上げましたけれども、私たちはいくつかの決断をしなければいけないということになったわけであります。でそれは何かというと、3700人を降ろせる場所があれば、それはどんなに良かったかと、それは今でももちろんそういうふうに考え捉えられることはありますけれども、その時の日本というのは、武漢から帰国をした邦人の方々、これも政府がチャーター便出してレスキューしに行った方々が、いくつかの関東近辺の宿泊施設におられたということで、国の持ってる施設っていうのがあるわけでありますけど、そこにはもともとも武漢からの方がおられた。一気に3700人を降ろせる施設、しかも感染症の管理ができる施設っていうのを一両日に探すっていうのはですね、実際には現実上困難であったということの中で、じゃあどうするか。でこれはですね、本当に実はなかなか報道もされていないんでありますけれども、実はこの武漢から来た先に帰られて、で宿泊施設におられた方々が数百人おられました。でこの方々がですね、最終的には1000人超えてたかなと思うんですが、この方たちがただ宿泊施設にいるだけではなくて、実はそこにいる時も個室にすでに入っていただいて、で14日間の健康隔離措置を感染症の防護をしながら、我々が時間を過ごしていただくということで、実は日本環境感染学会とか、あるいは日本感染症学会とか、この感染症の専門の先生、あるいは長崎大学とかですね、国際医療福祉大学とか、いくつか東邦大学ももちろんそうです、いろんな大学に携わっていて、慈恵大もそうでありますし、岩手医大もそうでありますけれども、大学単位あるいは学会単位で感染症のグループを、専門のグループを実は作っていただいておりまして、このグループの方々がそれぞれの武漢の方々の施設を管理してくれてました。毎日日報をつけてくれて、そしてそこに自衛隊なり、あるいは厚生労働省の職員なり、いろんな外務省の職員なりがその施設に出入りするときに、どういうマスクのつけ方、あるいはお食事を渡すときにどういう、手袋のどういうことをすれば、仮に帰ってこられた方がキャリア、いわゆる潜伏期間であったとしても、そのお支えしている職員が感染しないようにするか等々を含めた感染管理のマニュアルがしっかりできていたということが非常にありがたかったんであります。でその先生たちがですね、実は大きな役割をそのままダイヤモンドプリンセス号にしてくださったんですね。で私と橋本岳先生が2月の10日から入りましたけれども、2月の9日の時点で、この専門の先生たちもアセスメントに入っていただいて、で船の中を見ていただいて、で当初から致し方ないとはいえ、乗客の方は個室に入っていただくということで、これも今よく言われるロックダウンというものの一番走りなんだと思うんですが、個室にまずちゃんと入ってくださいね、でそれ以上の感染は乗客の中でもないようにしましょうと
いうことができたわけであります。じゃあ乗員の方々、まあ、レストランのクルーとか配膳してくださる方もいますし、お掃除してくださる方もいますから、じゃあその方たちはどうするかというと、これ皆さん本当に簡単におっしゃるんですけれど、3700人の方の衣食住なんですよ。3度のご飯、そしてクルーズ船ですので、電気一つつかないんですね。テクニカルなことも含めて、そういう専門職の方がいますし、エレベーター一つ動かない、お水も出なくなっちゃうので、もうその生活そのものを支えてくれるクルーがいなければ成り立たないということで、あとお食事も運ばなきゃいけないということがありましたので、でクルーの皆さんには運んでいただいたりしていましたし、お食事も作ってもらってました。最後はお食事は外から来るようになるんですが、初めのところはそこの設備ができなかったので運んでいただいていました。でその中で一番当初から感染症の先生方が取り組まれたことの一つは、もちろん我々入っていってるスタッフの感染防護の仕方ももちろんなんですが、クルーの方々にセミナーをする、あるいはポシェット型のですね、携帯アルコールをちゃんと使えるように2000個配布したらあっという間なくなったりとかして、みんなが夜中にお部屋に持って帰っちゃったんだねみたいなのもあったんですけど、そういうことをしました。で、クルーはですね、もともと私も初めて船に乗りましたけれども、3700人の方のが食中毒にならないということが、もともとコロナに関わらず船の中で衛生管理非常に徹底していまして、クルーの方で仮にですね下痢になったりとかすると、クルーの方を見るこのメディカルセンターっていうのがあります。メディカルセンターっていうのは大体医者が3人ぐらいとか看護師3人ぐらい乗ってて、一緒に船で船旅をしてるんですが、その方たちがもちろん乗客の不調も見るんだけれども、乗員の方の不調も見るわけ、産業医の役割もしていて、でもし万が一下痢とか嘔吐などの症状があると速やかに隔離をされて、で次の港で降ろされるっていうのが徹底してるんですね、もともと船っていうのは。でそういう中でありましたから、まず体調の悪いクルーも個室にもう戻されてた、自分たちの部屋に戻されていました。でとはいえ、まあ、潜伏期間があるので、やっぱりこのクルーあるいは感染させないということが、クルーの水平感染ですね、クルーの方たちも感染しないということが大事でしたし、クルーの方々が乗客にさらに感染させないということも大事でありましたので、クルーの方が、まあ、それこそ今国内対策でやっておりますけれども、お食事を食べるときに正面向いて一緒に食べない、ジグザグに座ってもらう、必ず手を洗う、そして必ず机はアルコールで拭く、で喋らない、食べるとき喋れない、これをですねありがたいことに徹底していただきまして、マネージャーさんが監視をしながらですね、手洗いましたか、ジグザグに座ってますかということをですね、環境感染症学会の先生たちと一緒にこれを徹底していただきました。でそういうこともあってだと思いますが、3700人のうち、まあ、2700人の乗客の方は初め毎日毎日お熱が出てくる人が増えていくんですけど、あるところから下がっていく、でクルーはですねそれからちょっと遅れて、クルーの中の有症状の方も全然下がっていくということで、まあ、乗客についてはおそらく個室隔離が有効に働いていって、お熱が下がる、今にまさに今やってる国内対策 の外出自粛要請と同じであります。確実に動きを控えていただくと感染者が減っていく、で一方でクルーは働いてたんだけれども徹底していただくことでそれが減っていくということの経験をさせていただきました。でまあ、感染症という意味ではそうなんでありますけれども、一方で船というのは船長さんによって成り立っているものでありまして、私の中ではね、もう知事みたいだ、県知事みたいだなというのが正直な印象なんですけれども、まあ、船の中っていうのは運命共同体で、知事のような、まあ、船長さんに権限がありますので、まあ、例えば逮捕に相当するような権限も含めて命を守るいうのはこれ船長の役割であります。で私たちが乗って、特に橋本岳先生と私が船に乗って一番初めにしたこと、そして最後の日3月1日最後の日までしたことは何かというと、船長さんとのミーティングであります。で朝7時半からですね、だいたい対策本部といって我々厚労省と、まあ、そして
DMAT の先生方と自衛隊の皆さんとか薬剤の皆さんとかそのメディカルセンターの皆さんと一緒にミーティングを7時半から毎日いたしまして、その後から厚労省ミーティングをして、9時からは船長さんとのミーティングをする。でこれが朝の7時半夜の7時半に対策本部やって、で朝の9時夜の9時に船長さんとのミーティングっていうので、ひたすら1日2回これは必ず繰り返しておりまして、で我々としてはこういうふうに考えているんだけどできるかとか、どう考えるかとか、で船長さんは船長さんの一方で船会社の本社との連絡も取りながら、で我々もその厚生労働省だけでこれやってるわけではありませんで、自衛隊の皆さんのご協力ですとか、外務省の皆さんのご協力、こういうものがあって初めてできましたね。このミーティングが非常に有効でありました。でその中でも特に特記すべきことは、この船長さん、イタリアの船長さんで有馬船長ともいう名前なんですけれども、非常に信頼関係を結ぶことができて、私たちの一つの大きな柱はまず船内で関連死を出さないいうことを一義的に目標とさせていただきました。でこれはDMAT の先生方もよくお話をされて、ミーティングで話をされておりましたけれども、DMAT の先生方の一つの心の中の思いっていうのがあるんですね。でそれは何かっていうと、東日本の時に関連死について大変な思いがあるわけです。何かというと、福島において避難をしなきゃいけないと原発で、その時に自分たちが関わらなかった高齢者施設の避難で、避難する最中に多くの方を亡くしてしまったというご経験があります。で自分たちが介入した時からは誰も死んでない、ですから関連死を出さないんだということはですね、この DMAT の先生方のやっぱりすごく心の中にある大事なことでありました。で私たちもそれはさっき申し上げたように、圧倒的な高齢者が多い、乗客の中で関連死をまず出さないということを非常に重要視をいたしました。でその3700人の中、2700人特に乗客の中の2000人は基礎疾患をお持ちの方でありましたので、この方々に薬剤をまず届けるという大きなミッションがありました。でこれは私が一番初め2月9日で、その2月10日からずっと入ることになるんですが、薬剤の供給というのは実はいろんなところでダブルチェックをしたり、外国の製品だったりしたものですから、本当にちゃんと乗客の方に届くというのを確認するところが私のまずファーストミッションでありまして、まずここはやらせていただいたんですが、この間どれだけ多くの乗客の方が自分の飲んでるお薬が届かないんだということで大変なご不安を感じたのかということは、本当に今でもそれは本当に申し訳ないなと思っています。で我々はそれこそ数百人体制で、卸の方、薬剤師の方が横浜県疫所に詰めて、でそこで袋詰めしたり、でまた船でダブルチェックをしたりいうことで、一刻も早くということで、もう徹夜でみんなで活動したんですが、2000人分の外国のお薬も含めたものでありましたので、これは本当に大変なご心配をかけたところでありました。で、入って